皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、あのキャンプ用品を3つ紹介しようと思います。はい。鼻息が合わない。黙って。ちょっと、あの季節の変わり目でね、鼻がちょっと詰まってる。多分鼻炎の人は分かると思う。そうそう、しょうがない。ごめんね。いい、はい。今回は紹介したいものが3つあるんですけど、はい、2つは購入品。はい、で、もう1つがインスタで、当選したものになります。はい。じゃあインスタで当選したのまずこちらです。じゃじゃーん、まあ、まずあの紹介するものだけね、これは当選品で、あの SY ライドさんの BFF になります、これと、お次はこちら、じゃじゃーん、フック付きのガイロープでワンタッチで長さ調整ができるっていう優れもので、タープを張ったりするのにいいかなと思ったりしてですね、あとは荷物を車に乗せた時にあの軽いものとかできればちょっとこうあのぐるっと結んで煮崩れしないように積みたいじゃん、そういうのに使えるかなと思ったりしてちょっと買ってみたんですよね、それでもう一つはこちらになります。じゃじゃーん、コットカバー、でコットカバーなんですけど、これはあのオレゴニオンキャンパーの何年素材のコットカバーになります。それをコットカバーをですね、あの何に使うかというと、マットに、ワックのマット、あのうちの10センチの使ってるんですけど、それにシンデレラフィットするよっていう情報を目にしてですね、これはもう試さずにはいられないということで、ちょっとやってみようということで購入してみました、はい、これも後で試してみましょう、はい、まずはですね、この SY ライドさんの BFF を紹介しようと思います、こんな感じでプレゼント企画ご当選おめでとうございますということですね、初めてだよねこういう企画もんで当選したの、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。このおめでとうございますの紙と、この BFF の取説といいますか、届いたらまず満充電してくださいねっていう紙と、付属のですね、このようなステッカーで、あとは専用の入れ物ですね、などついてきました、これいいよね、これちょっと開けてみる。ああ、専用の入れ物って首にかけてってこと？これ何？あ、これあれだ、入れ物っていうかカバーだわ。カバーですね。巻くんだ。これは巻くんだよね、多分こういう風に。ほら、はいはいはい、革製の。あ、おしゃれ、ちょっとオーシャンティーなやつですね、うん、で、これとこれも多分フックが先端についているってことは、首掛けにできるんだ だね、ライトをね、首掛けにできます、はい、本体でしょ。本体、はい、こうですね、 BFF 反対だったBFF ですね、で、BFF 調べたらですね、おそらくベストフレンドフォーエバーだと思うんですよ、永遠の親友、はい、ね、すごいいい名前ですね、素敵ね、素敵、本当に。で、開けると中もこういう風に黒くて、黒くて黒いスポンジで、あ、出た、おー、おー、すごい、かっこいいね。え、これちなみに買ったらいくらすんの？これいくらだったっけ。あ、SY ライドさんのサイトですね、で、税込み6600円になります。すごいの当たっちゃったね。ね、で、毎回数量限定であの発売されるんですけど、まあ、あのすぐも完売するということで、すごく人気なライトになってます、はい、で、付属のコードは、あ、 USB-C ですね、 USB-C のコードがついてます。 A タイプと C かな、 USB-C ね。もう本当、はい、ライトの外観はこんな感じで、正面に BFF、 ここね、見えてます、で、若干ちょっとあの、まあ、重量っていうか、ちょっとほら思ってたより重たさがある。ああ、少しね、でね、見た目よりね、このライト、まあ、外観すごくかっこいいんですけど、何がすごいかっていうとですね、これリン酸鉄リチウムイオンなんですよ、聞いたことないですか。ある、どこで聞いた。そう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 、ポータブル電源のあの電池を採用してて、おそらくこのちっちゃいライト系初じゃないかっていう、そうなんだ、業界初って書いてた気がするんですけど、へー、すごいよね、で、4000mAh だったかな、容量が、まあ、通常はだいたいリチウムイオン電池を使ってるんですけど、まあ、それがあの充放電回数が500回とか、まあ、平均ね、だいたいそのぐらいのものに対して
まあ、このリン酸鉄リチウムイオンは2000回から2500回うんだからめちゃめちゃ使えます、うん、でこれすごいよね、うん、やっぱりポータブル電源と同じぐらいの安全性を持ってきたっていう感じですかね。うん早くつけてほしいんだけど、うん、しかもこれあのスマホとか充電できるからライトから。あ、そうなんだ。だよここにえ、これもう今つくの充電できてんの多分ね、ちょっと入ってると思うんだよね。3秒ぐらい長押しして、ほら、あー、本当だ。ついたついた。あ、ライトも。あー、ほうほう。こっちを見せん。なんで私に見せんの。こんな感じで、ライトがついて、自分たちだけで楽しむっていうね。すごい商品紹介。すごいね。うん、で、これ、アンバー。で、アンバーが3色。うん、強、中、弱、うん。で、普通、あ、これだ。これがアンバーだ。うん、あの、虫が寄ってきにくいっていうライト。あ、はいはいはい。でこれが強中弱で次が普通のライト違うアンバーと普通のライトか、うん、ねなんか交互についてるよね、うんうんうん、ライトが本当だでそれがあって上と右あ今度は上だだからすごいほらライトのバリエーションがさ本当だめっちゃあるねあるよ何段階あんのこれが3つアンバーが3つ、うん、でこの混ざったのが1つ、うん、で上で上のフラッシュ運転別、うんとこれが SOS かな。おーすごー、うん、でこんな感じ。へえー、こんなちっちゃいのに。うん。いろいろ使えるんだ。うん。で3秒長押しで消えると。うん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 。しかもね、うん、これここにつくかな。あほら。あ見える。本当だ。本当だ。はいはいはい。これすごいよね。あこれ電気つけたままやった方が分かりやすいかもね。うん。ほら。へー防水性能が IPX6、うん、で IPX6 だけど完全防水を保証するものではありませんって、うんうん、使用方法によっては内部に水が入り込む可能性があるあ完全ではないのね、うん、ひーすごいいいね手に収まるから持ちやすいし、うん、ちょっとこうトイレに行くっていう時にもいいよねキャンプ場とかトイレが離れたりするから、うん、そういう時にこういうちっちゃいのがあるとあんまりこう周りにも迷惑はかからなそうだし足元照らしてくれるからいいかもいいよね、うん、はいはいで先ほど説明した IPX6 だったよね、うんうん、でこれは、防水防塵の規格で、うん、通常あの防塵防水機能がついてるよっていうこういうライトとかに関してはまあ、IP68 とかっていう、うん、あの表記の仕方になるんですけどこの IP68 のあこれ例えの話だからね、うん、IP68 の6の部分が防塵、うん、で8の部分が防水を示してますで今回は、IPX6 っていう X はあの防塵機能を省略した表記になります一応だから防水機能だけをあ表記してるだけ、うん、まあ備えているというか防塵もそれなりにあるんでしょうけど、うん、ただ歌ってあるのが防水6はまああるよっていうことだと思います、はい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 、なんか防塵もそれなりにあるんでしょうけど、うんうんうん、だからあの他のさ、まあ、このこういうスマホとか、うん、あの防水の字こういう時計とかも、うん、IPX なんぼっていうのは書いてあると思うんですけど、うんうん、で IP68 とか IP57 とかはそれぞれあの防水防塵の規格のこういうレベルがあの備わってますよっていう感じだからこれは一応まあ防塵自体は歌ってないですけど防水自体は6までは大丈夫っていう表記の仕方何段階あるの防水は8まで、うんうんうん、だから6はあらゆる方向からの強い粉流水による有害な影響がない耐水系でマックス8がマックス8は継続的に水没しても内部にあの浸水しない水中系うん水中型あそっかうんなんか8がマックス、うんうんうん、で防塵に関しては6がマックスうん、うん、っていう感じかなうんでもこれ普通にさ防塵も 4ぐらいはあるよね直径1ミリ以上の固形物が内部に侵入しないって直径1ミリ以上の絶対この中入んないよねうん、入んないと思う、うん、ね、うん、見た感じはね、うん、はいまあだから一応その防水っていうところで言うとそんな感じですね、うん
なんか魚釣りも全然使えると思う。水がパシャってかかったぐらいだったらさ、うん、一応穴らしいのはこの USB のここの穴がほら唯一ねある、うん、あるぐらいで、こここのゴムキャップをちゃんとすれば入りそうな感じではないからさ、うん、後ろが磁石になってるだけだもん。そうそう、で後ろはあのなんていうんだろう、このネジがあって、あの三脚とかにこれをつけることができるっていう。今この三脚スタンドとかもあるじゃん、ちっちゃいキャンプ用とかのさ、うんうんうん、っていう感じですね、はい、でさっきのカバーせっかくだからちょっとつけてみる、うん、ベストフレンドフォーエバーの、あちょっとなんかシックが、なんか大人の雰囲気がかまち出したね一瞬で。あ全然違うなんか、ね、へえ。そしてさっきのこれね、うん、ここにこうすることによって、うん、こいつで首掛けにもできるという、こう入る。こんな感じでちょっとお見苦しい点があったかもしれないですけど。あすごいよ。なんかまあ魚釣りとかでも、もう魚釣りしか言ってないんですけど。まあここでこうやったり、アウトドア全般なんだけどね。そうそう、うんうん、登山とかでも全然いいし、リン酸鉄リチウムイオンで、まあ、あの充放電回数が多いっていうのと、あとこれから充電できるっていうのも結構でかいよね、うん、これは本当に長く使えそうです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次のご紹介はカムジャム、うん、ロープですね。はい、ナイトアイズさんのカムジャム、ロープ付き2個入りテント設営っていうやつですね。はい、アマゾンで、今日時点の価格ではマイナス 22% オフで、うん、1073円となってます、うん、はい、ちょっとじゃあ開けてみましょうか。はい、これですね、うん、この本体は、うん、この1個の横幅、はい、この横幅ね、うん、ちゃんと見せてあげて、はい、この横幅、ここね、横が34ミリ、うん、で、高さが69ミリ、はい、で、奥行きが、この厚みね、うん、この下の手とかして、15ミリ、厚みが15ミリになります、はい。ちょっと見てみよう。これね、すっごいね、触りたかったの、私。なんでどうなるかなと思って。何がそんな珍しいものだね。で、ここが、まあ、こういう風にほら、あ、プラスチックね、ちなみにプラスチックになってます、うん、で、あのこれよりもうちょっといいやつはアルミ製の頑丈なのがあるんですよ、うん、まあお試しということでプラスチックを買ってみたんですけど、これはここをこういうふうに出すじゃん、うん、ロープをさ、うん、それでこれね、ここにこうかけるとメジャーみたいなの？いや、入れるだけでもうこう、あ、固定されるんだ、うん、へえ。ギュッて閉まるっていう。あ、そうなの、うん、え、これ地味にすごくない？じゃあここでってなるでしょ、うん、あ、ほんとだ、ね、だいぶ力入れても大丈夫だ、うん、へえ。こっちはどうなってるの？反対でもいけるんだね。こっち側、これどういうこと？ここが動くんじゃない？ああ、こうなってんだ、うんうんうん、あ、じゃあちょっと太いやつでもいけるんだね。ああ、ほら、はい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 、だわ、ここに書いてある2ミリから5ミリのロープまでいけるって書いてありますわ。ああ、そうなんだね。この、うん、ロープじゃなくてもいいんだ。そう、自分で持ってるものでもいいんだね。ここがほら、ここがこう動くんですよ、うんうん、太いやつはこれがちょっとこっち側に動くんだ、うんうん、こういう風に、はいはい、よくできてるね。へえ、すごいね、うん、これこうやって引っ張って、うん、でちょっと緩めるときこれ取ってあげて調整して、はいはいはい、またここにキュッと入れて、うん、またこう縛れるっていう、これはアイデア商品だね。あ、いいですね、うん、まあ、これアマゾンでも結構売れてるんですよ、うんうん、そうなんだ、うん、なこれさ、まあ、両サイドこれだからさ、うん、まあ、ああいうあの、まあ、例えばなんだろう、テントとか、うん、まあ、さっき最初で言ったように軽量品とかを、うん、まあ、これでこう縛ってあげればさ、うん、ビッて、うちはキャンプが終わってからさ、うん、とか車に積み込んだ時点で、うん、こう支えにするのが多いもんね、うん、なんていうの、
支えっていうか荷ほどきしないように、うん、荷ほどきしないように、なんていうの、落ちないようにっていうかさ、うん、え、これ何用なの、これ、これはもう万能、あ、万能用です。寝袋とかそういうのを、まあ、最初に梱包してるとき、梱包じゃなかった、車に住んでるときは、うん、寝袋とかそういうのをまとめて縛るっていうのもできるし、うん、それこそうん、テントとかを持って帰るときに帰ってから舗装とかっていうので、まあ、キュッて縛ってもいいし、うん、これがもうワンセットとかあればさ、うん、これでもタープとか別に引っ張れるし、なんか使い方はいろいろじゃないかな。だしここにさ、まあ、こういうとことか引っ掛けるじゃん、うん、ライトとかも、ね、別のとこ、うん、こう引っ掛ければライトとかも洗ったものとか吊るせるし、なんかどうにでもなるよね。そうだね、洗ったものとかもいけるか、うん、うん、耐火需要乗ってないね。あ、まあ、この物自体は重さが 16g、うん、こいつね 16g で、太陽ロープが先ほど言ったように2ミリから5ミリ、うん、で材質が強化プラスチック、うん、で付属のロープ長さが 2.4 メートル、はい、になりますね、うん、3つ目はこれになります、うん、オレゴニオンキャンパーのコットカバー、はい、これ結構前にも届いてたんだよね、うん、かなり前にね、そうそう、なかなかレビューできなくって、うん、何年コットカバーの 70×200 70センチ の、 あの2メートルってやつですね、うんうん、はい、じゃじゃーん。でこのカラーは結構迷ったんですけど、うん、一応まあ何でもいいよってカズさん好みでいいよっていうことで、ちょっとかっこよさそうなこのカモフラ系を選んでみました。何種類ぐらいあったっけ。なんかね、シルバーっぽいのとかね、ちょっと緑がかったのとか5つぐらいあったかな、うん、あったよね、うん、あんまり迷彩柄ってあまり好まないんですけど、うん、迷彩柄かっこいいんですけど、うん、あの僕らには合わないんですよ。そうなんですよ。かっこいいんですけどね。あ、ちなみにお値段が5,940円。あ、本当だ、税込み。え、そうだ、高かったっけ。ドットコもね、高かったのかもね。めちゃくちゃ前に買ったもんね。でちょっと開けますよ。はい。え、そんな高かった。 あでも大きいね。あー、絶対気持ちいいこれ、うん、素材はすごくあったかそうな毛布生地ですね、うん、やっぱね、冬場はこういうのがあった方がいいよね、うん、でこれがあると、あの、まあ、コットもそうだけど、うん、これも単体でほらあったかくなるからさ、うんうん、あー、いい素材、ね、あったかいよね、生地がいい。でこれは火のそばで使います。あの、火がポツってきても、うん、燃えないっていうんじゃなくて、うん、燃え広がりにくいっていう素材。うん、じゃあ穴は開くよっていう感じかもね。穴は多分開くと思う、うん、あのパチって針葉樹とかさ、うん、あの火がパチってなるじゃん、うん、でそういうのが乗っかると穴は開くとは思うけど、じわーってこう広がらないっていう、うん、すごいいい。じゃあちょっとコット広げてかぶせてみよう。あ、違った、コットじゃなかった、マット。はい、じゃあいつも私たちがキャンプの時とか車中泊の時に使ってるバッグのマットにカバーをつけていきます。10センチ の、 かあのマットね。はい、あ、ここにほら、あ、本当だ、オレゴニオンキャンパーの、うん、ラベルが、ラベルがついてますね。かわいい、ファイヤープルーフ。果たしてシンデレラフィットするか。通常はそのコット用の、そうそう、コット用、コットにパッとこうかぶせるぐらいのやつ。はい、オッケー、どうでしょう。いいね。はい、うわ、これでも綺麗にはまりましたね。人をダメにするマットの完成だ。本当にちょっと寝そべってみて。ちょっと待って、裏面、裏が、うん、こんな感じ。あ、はいはいはい、なんか綺麗に覆ってるよね。本当だね、しっかりとね、綺麗綺麗。はい、まあもともとコット自体もいいんだけど、うん、マット自体もいいんだけど、あ、もうこれはもう本当布団だ、布団、敷布団の完成。まあ私だっていつもこの、あの、あ、ね、ブランケットを敷いてっていうか、うん、島ドルトン、そう、寝てるんですけど、カズ、うん、さんはこのマットのままだったよね、今までね。そうそう、どうもなかった。どうもあるよ。あるでしょ。うん、だよね。めっちゃいいと思う。いいね。寝てみて。本当だ。肌触りもすごくいい。これわかる？ほら。これ。ちょっとこう肝割りやすにしかならないこの色の変わり方っていうか。ああ、わかるわかる。ね、うん。絨毯の上でなるやつ。うん。わあ、いいわ。
いいでしょ。これいい。これ最高だよ。もう魚釣りとか本当もこれでいい。いいよね。うん。あ、で肌触りがいいよね。いいね。もうこれに毛布かぶって寝れるね。うん。うん、でしょ。寝袋だとちょっともったいないかな。ああ。これの上に毛布と掛け布団でも寝たい。確かに。まあ車中泊はそれでいいかもね。うん。キャンプになるとちょっとそれは厳しいかも。でもキャンプでも全然いいね。いいけど寒いよね。寝袋をかぶるっていうのは寒いと思う。うん、すげえ。あ、見た目もでもかっこいいね。かっこいいでしょ。うん、いいと思う。これいいね。いいよね。うん、本当に。まあ、値段の低だけどね、うん。お値段もいいからね。お値段もいいけど本当にいい。シンデレラフィットで。はい。すごいピシッとはまるもんね。うん、はまるね。まあ、コットにも使えるっていうことでね。うん、コットを使うときはそっちでもいいし、うん、マットにも使えるから、うん、両方使えていいと思います。まあ、このワックのリラクシングマットだったよね、うん、を持ってる方はぜひ試してみてください、うん、はい、すごくいいです。というかこれ本当に独身で一人暮らしとかだったら、うん、ベッドこれでいいかも。あ、確かにそうかもね、うん、全然。あ、そうだね。マットレス買うより全然安いし、うん、本当だ。かっこいいしさ、うん、全然いいわ。確かにそれは言えてる。キャンプだけとかアウトドアじゃなくてもね、うん、本当だね。Sunshine and mischief, yeah, we had one of those things.